ロレンゾ・ライオンズ牧師、ロレンゾ・ライオンズは、ハワイ語で、マクア・ライアナとも呼ばれ、ハワイ王国の初期のキリスト教宣教師であった。ハワイでよく歌われる、ハワイ・アロハは、彼が歌詞を書いたもので、1998年に、ハワイ音楽の伝道入りをしている。ロレンゾ・ライオンズは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州フランクリングコルレーンで生まれた。1827年に、 ニューヨーク州スケネクタディのユニオン大学を卒業。1831年9月20日、オーバーアンガミ学校で、改修派牧師となった。彼は1831年11月26日に、マサチューセッツ州ボストンから妻のベッツェカーアーティストと共に、ホブネ・アベリック号に乗り出発した。これは、アメリカンボードの5番目のハイ派遣グループであり、1832年5月17日に、 ハワイ島南小原地区に到着した。彼は残りの人生をハワイ先住民に捧げた。彼のワイメア教区には最終的に小原地区とハマクア地区が含まれ、ハワイ最大の選挙ベースとなった。在任中、ライオンズはイミオラ教会、ホクロア教会など14の教会の建設を行った。 彼は1858年から亡くなるまで地区の郵便局長を務めた。彼はハワイ語に堪能で多くのハワイ語の詩と賛美歌を作った。彼の最も有名で愛されている作品は私はイエスと共に全てを残したという曲に合わせて歌われる賛美歌ハワイアロハである。ロレンゾ・ライオンズの墓地ライオンズ牧師は1886年10月6日に亡くなり、 ワイメアのイミオラ教会墓地に埋葬された。彼の最初の妻は1837年に亡くなり、1838年7月14日に、ニューヨーク州、トラクストンのルシア・ジー・スミスと結婚した。息子のカーチスは1833年6月27日、生まれ、プナホースクールに通い、1858年に、ウィリアムズ大学を卒業した。 ユニオン神学校に2年間在学した後、ハワイに戻り新聞記者になった。1868年と1870年に、彼はハワイ王国の議会議員に選出され、1873年4月23日に、ジュリア・イーバーノンと結婚した。彼は1914年9月24日に、亡くなった。次男のアルバートは、アメリカ薬剤師協会の科学部門の創立秘書に、 なったサモアの作家ジョン・ニュー・ブールは1946年に柳のハープという題名でロレンゾ・ライオンズの人生に基づいた戯曲を書いている。ありがとうございます。